どうも、ラオチンです。さあ、今日もポケモンアルセウスやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もサブクエやっていきましょう。サブクエもね、そろそろ終わりに近づいてますね。今日やるのこれ、真っ暗な悪夢だね。どうもここにいるみたいなんで、行ってみましょう。あ、夜だね。夜にしてから、あそこに行きなさいということです。行くぞー。こういう場所が分かりやすいところはいいよね。もうすぐに目印がついてるとこ。めちゃめちゃ分かりやすい。マナフィーとかほんと分かりづらかったもんね。あれでしょ？ダークライでしょ？結構好き。見た目結構好きなんだよな。おお、後ろ後ろ！後ろにいた。これは普通に戦わなきゃいけないんだな。オッケーオッケー。いや、普通に戦わずに、なんとか捕まえてみようか。の方が面白いよな。待って待って。いや、でもここ捕まえにくいな。捕まえにく。で、相手も完全警戒してるよね。うわー、無理だ。これはちょっと難しいわ。どこいる？ちょっと待ってね。あそこか。おーおお。行くぞー。ある程度手加減しないとね。ちょっと強くなりすぎてるから。ある程度ちょっと。竜の波動たー。原子の力の早技でちょっと様子見ていくか。これでちょっと続いていきましょう。オッケーオッケー。全然大丈夫。おい、普通に打って大丈夫だね。しゃんで、ギガトンで行こうかな。黒いやつには俺は黒いボールを使う。一発で来い。来ないか。でももう攻撃しちゃダメだもんね。やばいやばいやばい、たたり目すっげえ食らう。そうか、異常状態中だからね。いいよ、やられても大丈夫。次はどうだ。よし、いけましたね、ダークライゲットです。あ、なんかアイテムもある。素晴らしい。なんかアイテム落としたんだけども、何だったんだろうね。どうも、経験値はめ、まあまあいらないけどね。レベル上げはもう速攻やってるんで。はい、まあ、とりあえず頑張りの意思からもらったのは。はい。まあ、こんな感じでございました。ダークライゲットです。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。